メンチョって言うんだ。メンチョって言う。いや、だって自分すごい。まっ、このまま。なんかもう、ブリシャブ。まあ、美味しそう。で、チェーニングいただきます。食べ方がいいですね。うまそう。ちょっと待って。です。今日もですね、料理の方を作っていこうと思います。今日はですね、スーパーに行ったらですね、こちらのブリ、もう柵になったブリですね、皮付きのブリがあったのでですね、今日はですね、冬といえばブリしゃぶをですね、今からちょっと作っていこうと思います。簡単ですので、ぜひ、今日の動画をご参考にしていただいて、また作ってみてください。それでは始めたいと思います。はい、使う材料ですね、ブリ。これ高いですね、結構ね、ブリってね、4分の1でこの値段で、あと使う材料はうちでも使ってるこのうどんだし、これもまた概要欄の方に貼っておきます。そして薬味として、今日は、大根おろしにこのもみじおろしを入れてですね、作ろうかなと思います。あと薬味もう一つ、ネギ。早速作っていきます。薬味のこのもみじおろし、これうまいですよね、もみじおろし。だいたいこれぐらいかな。で、大根はしっかり水気を取ったね、大根を使ってですね、こちらのもみじおろしの素、合わせてください。で、しっかり水気を取ってるので保存も効きますよ。もみじおろし完成です。はい、これはもう皮引かずに、この辺からこの辺をちょっと使うようにしようかな。なんで、まあまあこの辺からこういう感じで、まあここはちょっと皮を取っちゃっと、こうやってね、まあ、これは刺身とかでもね、また使います。まあ薄めにカットですね。このように、大体これぐらい、こんな感じ。わあ、すごい脂乗って美味しそう。脂の乗りが全然違いますね。ほら、全然違う。あとはね、もうこのように綺麗に盛り付けるだけですね。もう油のりがすごい。はい、出来上がりました、ブリしゃぶ。メンチョって言うか。いやいや、だって自分すごい。まっ、ブリしゃぶ。まあ、美味しそう。いただきます。身がほろほろで美味しいです。今中国語でした。日本語では、では、どうだった？いや、本当美味しいですよ、そのさん。良かったです、良かったです。めっちゃ良かったです。めっちゃ乾燥しながら美味しいです。乾燥して。こ
これで動画が締めれる。